皆さんおはようございます。お元気ですか？昨日何ヶ月ぶりかに鎌ヶ谷のお稽古に行って、皆さんがとっても喜んでくださって、みんなで汗びしょりかいてお稽古してとっても嬉しかったです。毎日決断をしていくんですけれど、昨日のクラスも行こうか行かないか、先月そうですね、先々月ぐらいから行こうか行かないか迷って選んでいくんですね。毎日毎日生きていると、いろんな選択をしていかなくちゃいけないんですけど、それが消極的に考えるのか積極的に考えるのか、何を目的に考えるのか、特に私の仕事は自由業なので、やるかやらないかを決めていかなくてはいけないんですね。私は踊ることで何か役に立てたらいいなってずっと思ってきたので、やっぱり決断は一番の目安は誰かのためになるかどうかですね。もちろんそんなのダメっていう思われる方もいるかもしれないですね。十人十色といっていろんな考え方の方がいて、まして今このコロナの中で何がいいのか何が正しいのかがわからない状況ってとっても多いので、ただ他の人が喜ぶこと、それが一番の基準かなって思います。今日も皆さんきっといろんな選択をしていかなくてはいけないんだと思うんですけど、まず前向きに落ち着いて良い一日をお過ごしください。それではまた。